五十三歳の本木大輔が一番こう印象に残ってるっていうか記憶に残ってる甲子園の選手って誰僕はやっぱり荒木さんですよね大輔同じ名前だよあのースケが違うだけで甲も違うかっていうぐらい <laughs> <laughs> いや松坂が出て出てきた時も大輔フィーバーって言われたんですよ <laughs> いやその前に俺あったでしょっていう <laughs>、ね、でもほら六本木の沼に飲めちゃった顔 <laughs> <laughs>

Z とどっちなんだっていうぐらい池田はボンスラなんですよ提供 <laughs> もボンスラでボンスラ太くて肉厚が薄いから飛ぶんですよボンスラもう強いチームはちょっと氷と氷水に入れる冷やして反発係数を上げるって <laughs> 嘘嘘かもあれも都市伝説かもわかない <laughs> みんなやってました <laughs> これはね <laughs> 野球やってる人は多分 <laughs> バカウケしてると思 <laughs> うんすよ。